投資をしたね。負けね。聞いこや、えないとか占い。役職だけでした。チャットは。役職だけ。もう基本チャットもほんとなしで。もう即釣りにしよう。もうね。もう即釣りで。はい。了解です。9番さん、天候。はい、2番さん、昨日ぶり。あ、じゃあもう9番さんは分かってると思うんで、ルール大丈夫だと思うんで、始めます。準備完了ボタンお願いします。では、行きましょう。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師です。占い師です。1番さんに白刺さってます。1白です。あ、お願いします。とりあえず、初手なんで、霊能の方に関しては1周目の段階で出てきてください。場面、確定させて、私考察できないのでね。場面整理が苦手なので、そこら辺はよろしくお願いします。騎士に関しては基本潜伏でもいいかなっていうふうに考えているので、まあ私の占い位置に入らないとか、釣り位置に入らないとか、まあグレーズリ盤面とかは出てきてもいいんじゃないのかなって。まあ騎士の方にはそこら辺は任せます。はい。もし出てきてほしい盤面があったらね、そこのところは各自、私指示しますので、はい、そこら辺はよろしくお願いします。それぐらいですかね。とりあえず2番目になった場合は黒い人釣っていきたいんだけれども、いなかった場合ね、SG1。まあ、いないことってほぼないと思うんだけれども、怪しい1っていうのは釣っていきたいなと思ってます。2番目は、基本霊能釣り切ります。私の占い増やしてほしいなと思ってます。白黒理由ね、しっかりよ。理由だけね、お願い。10番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、そうですね。8番さんの印象に関しては、まだ何とも言えないんやけど、どちらかと言ったら、っていう感じの発言が多かったかなと思ってます。まあ、その、自分の位置で、なんか出られても困るんで、一周目から出てくださいって言われに、まあ、まあ、2-1を折ったり、2-2を折ったりっていうのはいいんですけど、まあ、3-4を、まあ、なんやろな。あと、なんかその、霊能は釣り切るって言ってるんだけど、8番さんがさ、もし真の占い師なんやったら、偽っぽい方からちゃんと釣って、精査もちゃんと落としてね、今日はどっちでもいいとか、そういうのはやめてね、8番さん。で、その自分の位置で出られたら盤面がどうのって言うけど、8番さんがもし占い師やったら、2周目に霊能って、もし出られても別にいいんじゃないかな。出てもらった方が。どちらかって言ったら、そういう精査はやめてっていう発言になるんかなって思ったから。っていう感じ。まあ、騎士に関してはいい、まあ、いいと思ったっていうか、普通っていうか、これでも言うっていう感じだったんですよ。っていうぐらいですかね、8番さんの印象は。1番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、8番さんで1隠したら嬉しいなって。そしたらオートで白になるから嬉しいなっていうぐらいのもんで。まあ、2人だったら迷うね。黒打ってくれたら2セットわかるけど、自分して。白だったら全然わかんないっていう感じなんでね。まあでもね、やっぱり平和村つまんないんでね。まあ、2勝か3勝で、こう、精査したいですね。勝っても負けても。まあ、とりあえずね、9番さん2周目かな。8番さんなんか触れてたなって感じですね。わからない。それだけだと。まだ情報が少なすぎて。役付かしたり柱とかね。すらって全般的にやめましょうよ。うん。村を残して、狼釣りたいですね。SG1 の村人を残して、白狼を釣りたいです。SG1 の狼ですか？釣ります。はい。どうやって黒を見つけるんですかって、いや、それ皆さんが分かってますでしょ。うん。極論言いますよ。自分が黒いと思ったところに投票すればいいんですよ。うん、それしかないでしょ、このゲーム。うん。2番のプレイヤーが発言します。まあね、真の占い師っていうのはね、まあグレー考察しないんだよ。わかる？なぜならば、占う能力があるから。わかる？まあこれで2周目ね、誰が真の占い師かっていうのをわかると思うから。
僕はね、例の2人出た場合は、釣り切りますね。例の2人出た場合はね。だから、例の3はもう僕は、しないです。だから、その間で、占い結果見て、やってもらったらいいと思ってます。はい。まあ、真の占い師はね、何たるものか、2週目でね、証明したいと思います。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。まあ、2番が占い師で出てきたとしたら、まあまあ、3週用だったら2番から取ろうかなと思ったかな。はい。占い師は自分の身命を上げるために、やっぱりいろいろと白い要素というか、自分の身命取るための積み重ねだと思ってるから、なんか変なこと言ってんなって、2番が占い師で出てくるのかなと思うけど、出てきても信じられないなって正直に思いました。1番さんの、一番最初の発言で、白をもらって、なんかすごい嬉しそうだなって印象を受けたから、すごいそれだけなんですけど、ただそこだけでちょっと村っぽいなって感じてしまいましたね。9番さんの8番叩きってただの上げ足取りかなと思ってるから、すごい印象悪いなと思ってますね。はい。って感じかな、今のところは。まあ、占い師は対抗出てきてからかなと思ってます。特になんか引っかかる内容もなかったし、グレー考察がつけてないので分かりません。2番さんは何がしたいか分かりません。4番のプレイヤーが発言します。はい、霊能です。霊能でした。で、2番さんに関してなんですけど、普通に自己満プレイはやめてくださいってことかな。普通に、占い師でしたとか、ちゃんと最初に宣言してから約束を言ってほしいかなと思ったかな。で、その前3番さんちゃんとそこら辺全部触れてたし、1番村っぽいかなと思った。まあ、1番さんの観察に関しては別にそんな、1番が村っぽいっていう要素は拾えてないんで、まあ、そこがちょっと若干違うかなっていうところですけど、まあ1番さんはね、嬉しそうっていうのが3番さん言ってらっしゃったんで、まあそういう印象もあるのかなっていうのは思いました。で、9番さんそうですね、確かに8番さんのことめっちゃ叩いてたんで、8番さんとは陣営が違うのか、それともまあ、8、9なのかっていうところですけど、まあ2周目はしっかり見ていきたいかなっていうところはありました。9番さん結構ね、無理やり叩いたっていうのは、まあ8番さんしか触れるところがないし、まあ最後までね、時間潰して喋ったんで、それは、いいかなっていうところは思ってます。はい。霊能でした。まあ2周目の発言も聞いていきたいと思います。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。現状3番さんが素直な意見を言ってるなと思っていた。っていうのは2番に対しての指摘も俺も同じことを思っていた。2番って新占い師がうんぬんっていうのは似合わせるその発言って必要ないかなと思っていたから、2番って何してるのかなと思ったし、占い師でこの後、潜伏占い師で出る準備をしてるのかっていう感じだったからね。3番が2番の厚掛けっていいなと思うしね。そして9番が、9番の指摘、8番へのなんか上げ足取りだねってのが俺も思ったから、それが別に8番の芯を下げる要素、芯を上げる要素、下げる要素でもないと思うから、8番の考えだしね。霊能を精査します。絶対精査します。とか、それが芯要素たるものでもないしね。だからこそ3番さんが率直な意見だなと思っていた。まあ1番に関してってのは、まあ、8番の対抗が出次第、そうした場合って1番の精査をまたすればいいと思ってるからね。1周目は特に1番に関しては精査しません。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。村人陣営ということで、蜂の太鼓あるとしたら7っていうこと？それとも潜伏っていうこと？むずいぞ、これ。ん？ 8 番が1番に白だよね。で、4番さんが霊能であって、ね。これ、ん？二番の発言待った方がいいのか？ん？これ出たらまあ。事故とかはねえけど。ん？二番の発言待ちます。二周目、頑張ります。七番のプレイヤーが発言します。はい、7番です。村人陣営、特に CEO なしです。やめてと話してるの。うるさい。それで、別に、ごめんなさい。6番さん、まあ、混乱してるなって感じで、8番しか今のところ、占い師は出てないんで、8番のこと信じておこうと思ってるんですけど、で、2番さんもなんか占い師に出そうな雰囲気で終わっちゃって、これって60秒喋る時間があるのに、そんななんか、
すぐ終わって、やる気あるのかなってのはちょっと思ったんで、ちょっと強靭で今見てて、現状2番釣りたい位置なんだけど、なんか3番さんはなんかまあ、すごいまともなこと言ってるんだけど、2番がもし死んだったら、釣っちゃったら、うん、負けちゃうと思うんで、ほぼほぼの確率で。もうちょっと、2番、まあなんかすごい嫌だけど、もうちょっと考えた方がいいのかなと思いました。8番のプレイヤーが発言します。はい。何か仕様ありますか ?2 番さんが後ろですね。はい。6番さんが騎士、把握しました。あ、6番さん、よかったわ。騎士で。はい。どうだかね。2番さんのその、占いっていう、若干透かしてるってことは、狼に対して私占い出るんで、狼様出ないでねっていうふうにカミングアウトなのかなっていうふうに素直に思ったかな。そこで2番さんってのが占い出るかなみたいな感じだったと思っている。から私視点でな、2番さん巨人の方が硬いと思ってます。で、どうだろうな。3番さんの2番さんに対する精査ってのはめちゃくちゃいいと思ったんだ。でも、2番さんってのが私視点は2番さん巨人に見ていることから、3番さんで2番さんに叩いているって姿勢も全然あると思ってるからね。今日は全然釣り位置ではないと思ってるけどね。3番さんのコース自体はめちゃくちゃいいと思っている。から今日の釣り位置ではないと思っている。かなぁ。7視点なぁ。その6番さん、その2番さんが強靭に見えるから。まあその視点はある、同じなんだけれども、2番さんに対してしか考察してないからね。一切他の人に対して一切触れてないから、めちゃくちゃ印象悪いと思ってる。5番さんに関しては、まあ色落ちはしないよね。あまり色落ちはしないと思っているけれども、別に特段怪しい発言っていうのはなかったのかなって思ってます。現状7番さん、9番さんが私視点は釣り位置だと思っている。9番さんに関しては、3番さんからが言っていた9番さんの視点の私に対する叩きっていうのがよくわからないなと思ってるから。はい。印象は素直に悪いと思ってる。かな。7、9の時点で上げる。まあ私2周目がないからね。7、9で今のところは上げておきます。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ2周目よろしくお願いします。これ3番さんに聞きたいんやけど、僕って1周目、3番さん視点9番は8番に上げ足を取ってるような発言をしてたって言ったら、若干でも3番視点って9は8の新芽を先に言ってるっていうように見えましたよね、おそらく。でも5番さんって3番は9番に言ってることもそうやと思ったけど、別になんかみたいな、新芽下げに行ってもないし上げに行ってもないんやけど、3番視点って多分普通に俺が8の、あの新芽を下げてるように見えたはずやけど、そこは5番はおかしいなと思ったんやけど、あと、上げ足は取ってないんで、そこは3番さんに弁明しときますね。うん。8番の進行論で、2周目パッて出られたら、精査できひんくなるから、じゃなくて、スラの方が嫌でしょっていう話やから、そこだけやから、別に。騎士の出方に関しては別におかしなことは言ってないって発言やから。うん。上げ足取りでも何でもない。8番の言ってることを拾って発言してるわけやから、上げ足ではない。だって8番の進行論それだったでしょっていう話で。俺は5番さんが3番さんの言うてること白いなって言うんやったら、俺のことをさ、8の新芽下げてるって見えてるはずないけどな。だって3って多分少なくともそう思ってるはずよ。7番さんに関してはね、ちょっと精査できないっすね。うん、で1番さんはなんか黒っぽいところつるって言ってるんですけど、2周目、じゃあ次あなた発言するときに誰が一番黒く見えました？はい。今日4番さんの、指定でいいと思いますよ。はい。以上です。1番のプレイヤーが発言します。今日釣るのは6番ね。道場、あ、ごめん。俺、騎士。すまん。占い結果打ってた。騎士。俺、騎士。騎士って言った方がいい？うん、騎士。今日やるべきは、こうすると4番が、2発ランするけど、いらんから、6釣って、俺が4守るから、8守んねえから。ってことはね、2番芯切られてるからね、8番噛まれないという不思議な現象が起こるから皆さん。9番なんか8番が押してるから9番白で置いてるよ。なんか7だろ。うん。もう一回言うよ。6つって、8守り入れないで4守り確定で入れます。はい。6番の色見ます。押したらね、8番噛まれないんですよ、不思議なことに。だって偽物の狼だから、多分。うん。そしたら、2番、精査つくだろ、みんな。そしたら、2番を信じろ。うん。信取れない2番を噛むはずがない、8番のローは。うん。
分かった。その進行でいけ。これ出れば2、8っていうしょうもない精査、しょうもないあれやるんだったら俺は4守り入れません。今日6行ってくれなきゃ俺はもう守り入れね。2番が進かどうか確かめる方法簡単だろ。6つって俺がもう8守んねえから。うん。うん。味守んなくてもいいよ。2が黒出したら、どころ、3か7で黒出したところ俺はするから。うん。大丈夫大丈夫。直見していいよ、8番。うん。もう、俺は2の芯しか追ってないから。うん。多分そうなる。6つって、4守るよ。で、2芯しか追いません。はい。2番のプレイヤーが発言します。さすがやな。さすが1番分かっとるで。うん。真の占い師は、グレー考察なんてしなくていい。なぜなら、占える結果があるからね。うん。一番ちゃん、俺守ってよ、一番ちゃん。俺守ってね。うん。まあ、四番さんがどういう進行を持っていくかだけど、今日は2、8のランにするのか、まあ、それとも6、1のランにするのか、まあ、どうするのか、まあ、言ってくれ。票がばらけるのが一番困るから、これはね。うん。って言ったところだな。うん。まあ、6番に関してはね、まあ、どうなんかなと思いましたけど、はい。なんか、あわうわうわうって言ってたからね。まあいいや。まあ僕は占える能力あるんで、あと残り占えば、わかると思いますね。でもな、3番がな、なんか村支店評判いいみたいなこと言ってたけど、あなた支店僕が占いに見えるんだったら置いてもらってもいいと、しかも3仕様が見えるっていうのもね、なんか僕はちょっと不思議なあれを感じましたけどね。わかる人なのかなって思いました。はい、大丈夫です。占えるんで僕は。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。あれ、グレー考察しないんじゃなかったんですか ?2 番さん、言ってることおかしくないですか？はい、3仕様じゃないと初日にあなた釣れないから、3仕様の時はあなたを釣りますねって言ったんですよ、最初に。はい。なんか、守らないとか言ってしまってる、1番さんがいらっしゃるので、申し訳ないですけど、棋士詰めから言っていいかなと私は思ってます、4番さんに対して。1番から釣って、もし4番が守れなかったらオートで6番釣って、あとは占い結果が2個落ちてっていう感じの進め方でいいのかなと思ってますね。はい。どないでしょうか。はい。2番のシーンは正直あんまり追ってないですよ。はい。9番さんに関しては、強人かなと思ってました。8番に対してベタベタ触れて自分に占いを吸い込みたいのかなと思ってる強人っぽいなと思ってたんですけど、まあ、騎士は、占い殺しに来てるところから、狼が出てる可能性が高いと思ってて、まあ、1と2がイチャイチャしてるから、1、2、ローロとかも全然あるかなと思ってます。私はちょっと1番の、守らないっていう発言があったので、とりあえず1番から落として、6番が守れなかったら6番落としが一番静着かなと思ってますね。グレー1に関して2番が狼、まあ、偽物だった場合に7番が偉く2番の方、2番を少しケアするような発言が多かったなと思ってるから2番を疑、あ、じゃあ7番か。ごめんなさいね。7番を疑ってます。はい。以上ですかね。4番のプレイヤーが発言します。いやー、8がね、1白出してるんが一番問題なんですよね。それがなかったら全然1釣れるんですけどね。さんまさん、1、2、狼って言ってましたけど、その把握漏れはどうなんかなっていうのは思ったけど、俺は3番を全然白で置いてるから、もういいかなって思ってる。まあ、7はね、めちゃめちゃ怪しい。6番が、グダグダの発言だったのにもかかわらず、6番を攻めることも全くせず、まあ、混乱してるんかなって置いたんが、めちゃめちゃ怪しいなって思って、1番は6番のグダグダを見て、まあ、騎士を取りに来たポジなのかなって思ってしまったから、俺、8、1めっちゃなんか1番のムーブで怪しく見えてしまったんだけど、なんで1番は俺を守らんのみたいな。そう。いや、だって、俺6番今日釣って、俺が色見て、で、結局、まあ、白か黒かで判断できるからっていうのが、めっちゃ、あれなんだけどな、一番のムーブがめっちゃ謎い。一番が意味わからん人だから、今日一番釣るしかないんだけど。どうなんそれ、ほんま。いや、めっちゃ迷うんだけど。えぐない、この村。いやー、八な。八が一番最初の時点で、占いとして出るっていう人狼側のメリットがなかなかに薄いから、そういう視点で考えたら8シーンで見てもいいのかなって。まあ2がね、本当に頼んないからさ。まあそうだね、8シーンで見るか。もうしゃあねえわ。6から言います。今日6釣りで。
5番のプレイヤーが発言します。はい、じゃあ4の進行に従おうかな。じゃあ今日は6番から移ります。まあ一応この精査っていうのはあまりつくもんではないが、ただ8、2だった場合って2番の視点だった場合ってあなた視点って973、この中に、2度の視点だった場合って振動振動を追わなければ狼がいる視点だから、まあ、2番って精査わかるけどね。あれから今日6番からでいいかなと思うから、むしろ俺も8番と2番だった場合って8のが新っぽいというよりも2番のが人生っぽいというのが率直かな。まあ3番さんに関しては視点の破綻していたが、まあ3番の言いたいこと、言いたいことはわかるから、これはもう4番が訂正したから何も言うことがないかな。これも7番に関して2番のその真の様子を担保しているのが分からなかったかな。もし2番真視点ってあそこまで匂わす必要もなくてスッと出ると思うしね。まあだからこそ今日はまあ4番が言った通り6つ目でいいんじゃないかなと思ってる。この場合って1番6番が真の心境ってのは分からないけど、8番が1番に白を出せることから1番3でマックス強靭だからね、聞くべきは6。これで4が守るか守れないか、それはそれだけでいいと思ってるしね。もしくは、それしかないんだよ、もう。2番なんて噛まれるわけねえから、絶対に。言っとくぞ、俺4守る、もう2番は死んだけどだと思うけど、2番を捨ててでも4守るのは、まあ、9番に関しては、8番が噛まれないことでちゃんと考えるよ、みんな。その2周目の更新でどう思ったかって言われても。3番村かもしんねえな。ってか、何言ってんだろう、まず、1、2、ローローって。ただ、現状7番、9番で言えば7番と2番の予防しかあるから、2番と7番の方が見えるかな、現状と思います。じゃあ6番とか9とかでいいのかなとは思うけど。6番のプレイヤーが発言します。僕は強靭か何か、何じゃねえかな、まあ。はい、よろしくお願いします。なんだろうこれ。8番が1番に白なんだよね。強靭じゃね ?1 番。じゃあ僕普通にアンテナで一番強靭で釣っといていいと思うんですけど、相手方か、相手方、まだ、なんだっけ、霊能者出てないってことないよね。強靭の忘れてない ?4 番さん、5番さんは。強靭白で出るんだよ。それ忘れてないかな。っていうことは僕、8に比べたらどうしても8が真に見えちゃうんだよね。そう考えたときに一番強靭の、ってなっちゃうんだよな。4番さん、5番さん、強靭。7番のプレイヤーが発言します。これって、6、1どっちか強靭やと思ってて、てかこれ、騎士って多分、強靭にしか出ないと思ってるんですよね。で、8番に1番は白もらってるけど、2番を守るって言ってるんですよね。これで、まあ1、まあマックス強じゃないですか。で、そうだと思うんです。で、6、1死んで6が、嘘だった場合も、6多分強やと思うんですよ。で、これ、本物の騎士が1人、例えば、運よくっていうか、まあ、生死よく残ったとしても、人狼がその日、4に神に行くって、いや、行かなくないと思うんですよね。そんなリスクあること、誰もしなくないですか？っていうか、4強しか生きれないじゃないですか、多分。明日には多分殺されると思うんですけど、だったら、そうだったら、8、2の精査つけたいんですけど、私。だってそんな、6、1の色見たって絶対白しか出ないですよ、そんな。だったら、私、今日2番行こうと思いますけど。私は2番に入れます。1番さんのそういう煽りみたいなのちょっといらないかなって思ってて、1番さんのその変な煽り、今日6以下買ったら、マモなんとか、なんかそういう変な煽り、全然強靭にしか見えないんですけど。私、今日2入れます。全プレイヤー。私はただの石。私はただの石。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、6番の遺言を発表してください。
はい、残念です。僕が騎士でした。うん。ということで、皆さん頑張ってくださいとしか言いようないんですけど、うん。釣ってくれた皆さんありがとうございました。これ何なのこの懺悔に足る時間は。うん、これなんであるんだろうね。わかんないけど、うん。まあ僕釣ってる方におかしい方がいると思った方がいいですよ。うん。明らかに一番だろ、これ。ああ。まあ、そこまで言わないです。はい。一番さんみたいに、そこまで言わないです。です。はい。夜が更けました。人騎士の方は。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番のプレイヤーが発言します。はい、霊能結果お願いします。4番さん。OK。で、7黒。ありえるかもね。だって7番って従えへんかったもんね。まあ、8番が死んで、2が黒やった場合でも、もう7、あ、どうするこれじゃ。26で終えるかっつったら、俺は終われへんから。ただ気になるのは3番の視点破綻やけど、なんか4、5がそれを、まあ4番から始まって5番が便乗してるんやけども、どうなんやろうなーって。まあ、ほんまに2が死んやったらもう7落としたら終わると思ってるけど。7番のおかしいなところって、もう6って言ってるんやから6でよくない？ 6 が白やったとき、そのとき考えたらええやん。私は2番に行きますって7番言ってるけど。うん。それって1周目のこと引きずってるん？それとも2周目の黒要素があったからっていう要素は落としてへんかったから。もう7でええかなと思ってるんですけど。で、6番、まあ、そうやねんな。俺の発言の地点で1番が騎士って出てへんかったからやけど、まあ、そう考えたら、何も発言してへんかったよな、6、7って感じ。色なんかつけられへんかったもん、2周目。それやったら普通に発言してる人たちの、まあ、それやったら3、5になるんやけど、その人たちの要素しか拾われへんかったっていうのが正直な感じ。はい。これ7いっていいんちゃうんすかね。1番のプレイヤーが発言します。9番自身答え分かってんだろ。9番が白なのに9番を釣り越す8番って何に見える？狂人にしか見えないだろ。3番5番、そんなもんだよ。あ、今日の進行は7に行く。7に行って2番がの真偽を確かめる。必ず。2番が死んだら7で終わる。終わらなかったら7行って2行って殴り合えばいいだけ。必ず7。終わるよ。うん。俺が真確定した。あ、俺が言ったことみんな聞いてない？2番が釣られた場合、4番、をもう守る価値がないから守んない。2番が死んだから。って言ってるだけ。うん。6を釣ってくれるなら4番守るよ。なぜならば2番が偽に思われてるから、8神は勝手にすればいいし、狼だったら噛まないし、狂人になったんだね。まあ6、7、9番自分が白いと思うんだろ。うん。だったら9番を押さない2番は村だろ。3番も、多分、ロック入ってる村かなと思った。最後の発言で。7番が2番を押してる時点で。5番も。まあ、そんなもんだよ。発言が全てじゃないんだよ、このゲーム。結果は2が死んだから。うん。占い師なんだから。占い結果が全てだよ。うん。6、7は読み取れるでしょ。うん。まあ、グレー星座が全てじゃないっていう。だってグレー星座ってね、人外もするんだよ。うん。グレー星座しない人の方がむしろ死んじゃう。うん。ただそれだけ。まあ、終わろう。7つって終わろう。2番のプレイヤーが発言します。これはね、面白いね。本当に。
8番巨人で神と思われて噛まれて。いやー面白かったな、面白かった、うん、いやー面白かった。もう一番さんの言う通り、このゲームはね、発言が全てじゃないんですよね。あなた方今日みんな7番に行くんでしょ。あんだけ昨日ボロッカス俺を言っといてさ、行くんでしょね。そういうことです。3番のプレイヤーが発言します。いやー、ニノアのムーブで6と7がどうにも動けなかったんだったら、ちょっとかわいそうだなと思ってる。いや、この発言で、考察して戦っていくゲームで発言がいらないってなったら、何それって思ったけどね。まあ、7番を釣るのは2番の人を確かめるためだから、仕方ないんじゃない？発言センサーだけじゃないんだよ、このゲーム。うん、発言センサー以外の要素を拾うんだよ。一番が一番白でしたね。だって、昨日一番言った理由ってのは、俺、あんまり発言聞いてないけど、周りの人の話とか、いろんな行動とか見て、判断することが多いよ。自分の精査能力ないからね。思いましたね。発言が全てじゃない。かな。まあ、初心で置いた時に釣れないのは分かりましたけどね。まあ、それの真偽っていうところを確かめるために一番の色ってみたいなって私は思っただけかな。はい。7番いきます。4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、そうですね。ユランさんはそれでもまあ、合わないかなっていう感じ。なんだろうな、発言内容もそうだけど、ちょっとなんか楽しく煽るんじゃなくて。あ、ごめんなさい。煽るんじゃなくて、普通に2番さんは楽しくやろうかな、やりたいなっていう思いが、俺は強いから、そんな煽んなくてもいいんじゃないかなって思ったから、2番さんとは若干合わないんじゃないかなっていうのは、思考がね、合わないんじゃないかなっていうのは思ったから、うん、まあね、そこら辺はうまいことやれたらいいなとは思うんだけど。って感じです。はい、すいません。すべて使うんだよ。発言は人外もするけど、まあ、だから、2番のあれ、芯取れないけどね。投票結果は全てかなと思うしね。うん、取れないけどね。7番って、その、6番と1番、一応ね、4番から6番と1番の欄に、しようっていう段階で、6番に行こうって発言をしつつも、7番って2番にずらした人間っていうのが、まあ、6番ずらしたくなかったんだなって率直に思うわ。まあ、確かに6番と7番だった場合って、7番って6番はあまり触れないよね、あの発言って。まあ、なんか納得かなと思うかな。でもな、普通に6番、7番って納得なんだよ。俺、8番と2番の隅だった場合って、8が真かなと思っていたんだが、ただ6番、7番って、この結果を見るとすげえ納得だなと思うわ。まあ、なんか、7位って終わりなんだろうなって気がするな。俺のも個人的な意見って、ね。このゲームって、発言もそうだけど、投票結果が結構加味されるからね。以上、今日は7番いきます。7番。のプレイヤーが発言します。9番と5番に言いたいのは、これってなんかそんな絶対服従ゲームみたいな感じですか。めっちゃウケるんですけど、でも私釣って、終わんなかったら2番に行くんですね。はいはいはい、これという全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、7番、7番の遺言を発表してください。明日2番でお願いします。夜が更けました。二世界騎士の方は、二世界夜のアクションを行って、二世界二世もんかい。おい、なんで、もう二世もんかい。びっくりしたわ。恥しんかよ。もう騙されたわ、もう。釣ってればよかったわ。ってことで、これどうなんの ?3 番じゃねえってことか。お、偽かよ、おい。てか4番の色結果違わない？え？もう意味わかんないんだけど、なんだから2番と誰、夜が明けました。74が。昨夜は1名の。何これ霊能が。一番、二番。あ、じゃあね、霊能乗っ取りとかじゃないよね、これ。面白いな。
だって俺強靭だもん。だって俺強靭だもん。イェイイェイ。黙って信じた俺が。あ、そう。7番ご主人だと思って7クロ打ったんだけどね。いや、もう負けちまえと思って6が釣られた時点で、何やってんだよと思って、で7番が俺言ってくるから、あ、まあもうご主人なんだろうなと思ったけど、クロ打ったよ。負けちまえと思ったんだもん。頼むよ、6番。3番 ?3 番じゃねこれ3番。3番じゃね ?3 番じゃね標的に。ヒロちゃんが俺のこと死んで見てくれてんだから。3番釣られないでよ、6番ちゃん。3番これ。もう参っちゃうよ、本当に6番ちゃん。2番とかはね、強靭でもやるけど、俺はね、村の時しかやんない。俺がこうだから俺は村で置いちゃうけど。まあ、しょうがないけどね。まあ、騙されるタイプ。俺は素直に考えるから。はい。僕はどこか知りませんよ。僕はどうか知りません。はい。三番。基本的には三番じゃない。と思ってさ、負けるんじゃない。基本的には。と思って七クロったんだけど。まあそうだよね。七が狼だったら思ってたんだよ途中で。でも九番。三か九ランすればいいんじゃない。てか決めらんねえじゃん。三か九五。普通に考えると思って。だからそう。それが二番視点分かったのかな。五番。全部あるわ。これ悩んでよ村が。まあ僕つっても終わんないですけど。はい。僕仕事したんじゃないですか、一応。77の風な人を待つったんで、ね。はい。まあ、そうですね。まあ、どこからも勝ってくれ。もうここまで来たんだったら、じゃあ、狼陣営勝ってくれ。ね。ごめんね、ちょっと離敵しちゃったけど。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。いや、めんどくさいななんか、どうしよう。これって2番釣った場合って、4噛まれるかな噛まれないかな ?4 人番目まで持っていってラストで4噛む。だとすると9も浮上してくるよね、占い師。まあ、迷うゲームで、まあ、俺、まあ噛まれだから最終盤面決めねえから、まあよかったわ。これ3号9だったら、俺もう殴は3号9の立場だったら。4番さんどう思います味守ってればよかったな、普通。うーん、5番さんに関しては。まさかこういう展開になるとは思わなかったけど。まあいいんじゃない？もう俺、だって噛まれたから、最終場面いねえから、まあ。まあ、上げ足取りって表現したけど。今回ね、負けても特に怒れないしね。俺がミスリードしてるから。負けても特に、皆様はね、一切ね、こうしたらいいんじゃないかな。だから皆様に文句を言わない。こうもできるよね、ああもできるよね。っていうのが上げ足取りに聞こえたから。霊能を精査して、ちゃんと精査してるとかって9番さん言ってたし、なんかすごくよくわからなかったから9番の方が5と比べたら黒くは見えてるかなと思ってます。ただ、5番さんは、正直5番さんは全然色が見えないなっていう位置かな。はい。ただ、私は正直なところ、自分が、1、2の視点破綻をしてるっていう状況下で、4と5に関してはかばってくれてるから印象はいいんだよね。まあ、俺はシンプルに考える。俺がやってることっていうのは、まあ、かな。村の時しか普通やらないんだから、人外ではやらないと思ったけど、人外でやるんだよな、普通の人は。4番さん、いつポジション。ただ、俺のは信頼できるけど、俺はシンプルに考えてね、人外でやら、俺がやらないんだから俺がやらないって考えるけど。いつポジとかしといて思いませんわ。わかりましたね。まあ、2番釣って考えで。3番様ね、最後までね、楽しく振動させてくれますね。ありがたいです。で、まあ、別に今日2番釣って最後9番でいいんじゃないですか。もう2級だと思ってますけどね。もう私が残っても残らなくても、残らなくてもじゃない。残っても私は絶対9番さん釣りますんで、はい。そこは大丈夫です。いつポジというか、普通に、負けたら私のせいでいいですよ。ね、3番は俺に投票してるから、投票が3と6って合ってる。5番だったら、2、8の精算がつく。まあ、恥が死んだと思ったのかな、普通の感覚で。9番だったら、放棄とか、占い位置に入ってる。3番もあるんだよ。投票結果見ると、3、6。完全に。3番も入ってんだけど、見えないの？別に9行ってもらって、5番さん勝利ってなったんだったらね、5番さんうまかったなっていう話なんで、全然いいっす。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ、4番さん、最終日までやろうとするし、一応ちゃんとした精査をするよ。これは、3番さんも俺の黒の予想ってあるから、例えば2番強靭で5番が壊れてる段階で8の芯が見えるからこそ、8番と2番の精査はちゃんとできたとか、3番さん5の黒予想あるから、ちゃんとあなたが村だった場合って精査してね。ただ投票を見る限りは、もう3番さんの視点って5番と9番が6番のライン切り済ませてる感じだからね。あなたが村だったらちゃんと精査して。投票だけだった場合、9番の方が白っぽいかなと思う。投票だけだったらね。だから9番がどういった精査するか、3番がどういった精査するか、明日、そして4番が噛まれるかどうか。
まあ、俺はちゃんとした明日まで精査したいよ。もしを言うならば、3番3視点って1番と6番で1番から行く進行してるから、おそらく3番の、おそらく最大のクルーズそこなんだよ。9番の段階って、もう、いわゆる4番が6番を指定してるから、ある段階で9番って1番と6番が出てない状況、かつ2番と8番が出てる状況だったから、9番って、もう4番が6番を指定したからこそ6番に行ったっていう要素も取れるから、これは9番の要素じゃないよ。これはあくまで投票の要素だから。なんで9番放棄してんだって話で。今日は2番さん行きます。じゃあ明日殴り合おうぜ。なんだよね、3番も9番も。ね、4番残されんじゃねえ、これ。そっちの方がゲームとして面白いでしょ。まあゲームやって。これは3番と9番の要素はそんなもんじゃない。まあ、発言の要素ないから。発言の要素ならば、3番さんの2番の要素の取り方はまだ綺麗だと思ったしね。ただ5が6番の8番の殴り方ってのは、んと思ったけどね。ただ、これは守る要素もあるし、3番を疑う要素もあるから、まあ、4番がいるから知らないけど、以上。一番いいポジションにいるから、まあ無理だろ。まあ、3級にか、これは3より。はい。でも9、ワンチャンまあ、入力の線もあるので、今日は2行きますが、4番さんに言っときますけど、3番さんですよ。3番さんっていうのは、2、1っていう視点破綻を起こしながらも、2が強靭使用した後に、8、5もまだ追ってるので、5番さんもそこは多分気づいてるんやろうけども、まあ、4番さんがなんかもう9行くみたいな、2取った後9行くみたいなことを言って、負けたら俺のせいまで言ってるんで、なんか4番さんがね、なんか、ああ、話聞いといてって思うやけど、3番さんっていうのは、まず1、2っていう視点破綻を起こしながらも、あの2番が強靭っていう線を、なんかもう強靭って言ってるのにもかかわらず、まだ8番が強靭の線を追いながらも、でも5番に来る要素はない、ほぼ9やと思うっていう風に言って、明日殴り合おうぜって言ってる3番さんって、俺に対してしか向けてないんですよね。じゃあ3番さん、明日俺と勝負しようぜっていう、まあ4番さんが生きとって、まだ思考ロックが解けてないんやったら、確実に負けなんですけども、5番さんって、まあ、仮にやで、仮に妊娠って、もうないと思ってるんですけど、あの妊娠。8強やった場合っていうのも、5番さんってありえるんかなとも思ったけども、その場合5番さんっていうのはおかしな発言をしてる3番さんに殴りにかかれるんですよ。ただそれを言わないっていうところを、ほんまに聞き取れてないのか、強靭として明日行くポジを予想ろうとしてるんかっていう。まあ僕視点ってもう2、3釣り切ったら勝ちやと思ってるんで、それは仮にの話を今の。6番で黒が落ちてるからこそ、まあ7でいいんじゃないって話やけど、2番さんは強靭使用してるわけやから、3番っていうのは、あの、8、5っておった視点っておかしくないですか。ということで3番の出現をクソほど拾いました。一応2で終わると思って2に行きますね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。もうさあ、9行くんだったら9行こうぜ。俺強靭でしかないやろ。俺が狼だったら白打つよ。もう9詰めようよ。4番ちゃん、そこまで言うんだったら。わかる。俺がラストウルフでも、もうしょうがないよ、これ。あのさ、4番雰囲気で3番後ろ置き。もう無理だろ。ね、1、2の把握漏れとか、5、8で追うとか、もう。9行こうよ。把握漏れしまくってるし、投票が3、6で合ってるから、しゃあないんだよ、これ、村だったら。9で負けてももうしょうがねえかなって思ってるから。村だったらしゃあないよ、もう。5番とかは逃げ切り1だし、9番でもあれだし。わかる？もうだって4番は。わかんないけど、もう4番って発言精査するんだろ？5番も無駄。さばききれねえわ、もうこの3番。今日は俺に入れるわ。明日絶対急釣りの。あの、わけわかんない破綻してるわ。1、2折ったり、5、8折ったりとか、もう意味不明だし、もう。6、ローなんだけどっていう。やらないよ、これ。ものすごい破綻起こって、だって、初日の発言した人とは思えないもん、初週で。白いなって思われた人と思えないもん、この人。やらないよ、もうこれ。なあ、号泣だったら無理だよ。俺ならもう号泣いけないわ。悪いけど、これ。無理だよ。本番がマジでやばいくらいのレベルだもん、これ。いや、初めから発言がおかしい人だったらいいんだけど、あんまみたいに発言述べてる人が、こんなありえない発言のオンパレードしてたら、5番だったらもう無理。9番3か9にかけるしかない。5番なら負け。100% 確定負け。
3番か9番にかけるしかないけど、3番が村でもね、これもうしゃあないよ。何度その番名把握できてないのっていうぐらい。あ、マークがなんかついてるから、番名把握できてないから、まあ、4番残されんじゃない？夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番。困ったね。4番が噛まれた。発言最後にするか。まあ、じゃあ、まず、俺の自分の思考のせいから行こう。まずは、8番と2番のまず真偽をなぜつけたのか。まず2番っていうのは、ある段階から、ほぼグレー生産してないんでね。2番っていうのは、あまり狼を探してない。2視点っていうのがね。かつ、グレー生産をしない視点っていうのが、あまり2が新っぽくなかった。だから8番と2番だった場合、2が偽っぽい。そして、かつ、1番と6番の精査だった場合って、8が死んだから、1番ってマックス強靭。だからこそ6番を引いたって話。それで4番が、噛まれるか噛まれないかを見て、その精査をしようといったのがあった。ただ、あの段階で7番を引いた理由っていうのも、7番視点が2番と6番、1番と6番から2番に変えた視点っていうのが、どっちかというと7番が、6番狼だからこそ、6番7番だからこそ、7番ってやったのかなと思ったから7番投票っていうのが1番のあれだったかな。まずこれが俺の思考の整理ね。で、9番に関して昨日気になったのが、ある段階でおいて、振動振動ってこの場面とないんだよね。なぜかっていうと、2番狼、この場合って2番と6番の狼だった場合って、8番噛んだ場合って2番まで絶対届いちゃうんだよ。7番に白打とうか黒打とうかね。2番って絶対届くから、あの場面において振動振動ってのはないから、9番なら、8の占い地に入ってた。1番と6番の発言聞いて、3番なら、6番の発言を聞いて、なぜ1番に投票したのか。壊れてるから唯一わかる。いろいろあるね。多分俺の黒要素ってのは、一番わかると思うけど、2番強靭だった場合、そして5番狼だった場合って8番噛めるからね。どうぞ俺には殴ってください。好きなだけ殴ってください。ただ9番に関してと3番に関してこれだけ教えて。以上。9番のプレイヤーが発言します。あ、大丈夫、5番さん。3番さんは俺にしか殴られへんから。てかそもそも視点破綻してるから、9、5で追う視点があるんやったら、5番さんのことも怪しい要素上げれるはずやん。3番は上げてない。9と戦う、俺と戦うことしか昨日準備してないってところが3の来る要素。はい。で、まあ、7番釣った理由は俺5番と一緒で、俺はそれ2日目の最初に言ってますが、はい。それ、5番さん、まあ、5番さんってもう、隠しろなんよ。ただ、俺昨日の、発言中に言ったこと、仮に2位が真やった時の話はしてたけど、ありえへんのよ、そうやって。うん、村任せに、まあ2番のキャラ、俺昨日も、ごめんな、これメタになるけど、昨日もやっとって、この人、そういうキャラなんよね。ただ、3番って投票位置もおかしいし、発言でも破綻してるよね。2位置を折ったり。8番は1番に白出してますよ。で、3番っていうのは、85持ってて、8が、どうのって言っときながらやで、昨日のあの段階で。でも5番はおかしいところがないって、8、9を追うんですか？はい。で、上げ足取りっていう風に言ったけど、そこって違うんよね。俺は8番の発言を聞いておかしいなって思ったこと言ってるだけなんで、上げ足でも何でもないっす。っていう話で、3番って途中までアンサーしたけど、やってなかったなって印象ですね。はい。俺3番にしか行きません。で、3番さんは、もう無理よ。だって5番さんのこと白着してるのは8のローも、てか8の偽を追っといても、やろ？だからそういうとこ破綻してるって。1、2を追ったところも破綻してる。3が人狼、以上。3番のプレイヤーが発言します。昨日からずっと言われてる8を追ったっていうのがよくわからなくて、私8番を偽だっていうふうに言ってはいないよ。一回も。5番に関して繋がるっていうのも言ってないよ、別に。5番に関しては、私は5番に対して言ったのって結局のところ、5番に対してほとんど黒要素はなくて、あんま色落ちがあんまないかなっていう発言と、ただ、私が1、2の視点破綻してる発言を4と5で、まあ、擁護してくれるというか、多めに見てくれたってところから5番の方が印象いいなっていうふうにしか言ってないよ。8号って何？って思ってますけど。はい。一番に行った理由っていうのは、一番が二番に対し、二番を釣るんだったら守らないっていう発言をしたりしてたから、一番自体が、もし死んであっても守らないっていう行動を起こしかねないから、一番は私、しておかないとダメかなと思った。で、一番で黒が出た場合って、オートで8番が偽になるから、それだったら1、二番の真剣屋になるから、私は一番に投票はしてるよ。それに関しては。
初週の発言で6番がなんかゴニョゴニョしながら、2番の行動次第かなみたいな感じのことを言ってたのが、6番はな何か出たいのか出たくないのかわからないけど、変なことしてんなと思ったけど、2週目ですぐに騎士って出たから、あ、騎士としてそういう行動を取ってんのかなっていうふうに私は置いたから、1と6比べた時も、1の発言から1の方が怪しいと思ったから1番投票してる。で、2を擁護してるから7番の方がおかしい。7番は苦労あるかなと思って、7番は釣ってるっていう感じかな。はい。私は9しか疑ってないのは9番の言う通りですね。はい、以上です。まあ、4か丸だろうがあれだけど、もうそもそも6、1、精査ができないならしゃあないよ、3番が悪いよ。1番がなんでかだ、あの、白で出てくんの、わざわざ。壊れてんのに、わざわざ。で、占いから行かないっていうわけのわかんない進行取ってんだから。4か丸だろうが気になるけど、もう3番がもういた仕方ないよ。発言とかで。終了しました。騎士精査して。追放されるだから負けちゃうんだよ。終了。3番が悪いよ、これも。陣営の勝利です。5番か。いや、4番さん、ごめんなさい。5番あると思った、5番あると思いましたよ。ありがとうございます。ありがとう。あなた方ね、終わらないとダメですよ、5番。ありがとうございました。5番さんだったんですね。めっちゃ意外っす。いやー、ごめんね。ちょっと動けなくなっちゃってさ、6番が出ちゃったから。いやいや、全然うまかったっすよ。全然わかんなかったっすて。え ?2 番が死んだの？え ?2 番巨人じゃない？いや、え ?2 死んすか、うん、え ?2 強だよ。ああ、よかったよかったよかった。